ルーム小倉優衣です。小倉優衣のゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。今回で43回目の放送となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そうですね、ちょうど先週でもね、お知らせで写真集の発売の話をしまして、で今回なんと贅沢にもロケでですね、北海道とハワイっていう2カ所のね場所で撮影をさせていただきまして、でちょっと前にね、私が実はお仕事で海外に行ってたって言ったんですけど、それがまさにこの写真集の撮影でですね、ハワイになんと行っておりました。はい、まあ、期間的には3泊5日ぐらいでしたかね。まあ、なんで仕事で行くには結構弾丸スケジュールであったんですけど、まあでもなかなかね、こういうお仕事とかでないと行ける機会もないので、すごい嬉しくって、でハワイはね2回目だったのかな、私1回目がね学校の卒業旅行でハワイに行っていて、そうだからね、もうって言っても高校だったので、それが4年ぶりとかになるんですかね、行けてね、なんかね前行った時よりもちょっとハワイが身近に感じれて、ちょっと大人って思いましたね、自分がなんかあんまりね、こう遠くに行った感じしなかったの。あ、ハワイ、ハワイ、みたいな、大阪に来たよみたいな感じで、ハワイに来たよって感じでねすごいね、アットホームでしたね。だからゆくゆくまたそのハワイの話とかもねできたらいいななんて思いますが、まあ今夜もゆるりとお届けしていきますので、皆さんゆったり楽しんでてください。ではでは参りましょう、小倉優衣のゆいルーム。皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉優衣初の単独アリーナ公演開催、5月12日土曜日、東京武蔵野の森総合スポーツプラザメインアリーナにて開催します。小倉優衣ライブツアープラチナエアライン、トゥモローターン、チケット発売中。まかな違う青翔太ニューシングル、テレビアニメデビルズラインオープニングテーマを含む全3曲を収録、青い翔太エクリプス、5月9日発売。みなぷんよりです。昨年12月に開催したファーストライブを完全収録したライブブルーレイができました。特典映像としてメイキングも収録。みなせのりライブブルーレイ、祈りみなせファーストライブレディーステディーゴー発売中。改めまして、こんばんルーム、小倉優衣です。さあ、ここでフリートークのお時間で、まあ、先ほどのね、ハワイの話を、まあ、そのまま広げてもいいんですが、ここでちょっとね、まあ、変えて、あえて話を変えて、最近私、ちょっと話せそうなネタがあったので、持ってきたんですけども、なんとですね、4月に入ってから、何か始めたいなと思って、ちょっとおぼろげに、日記をつけ始めました。イエーイねえ、なんか日記ずっとね書いてみたくて、でもね挑戦したこともあるんですよ、実は。いつだったかな、高校だか中学だか忘れちゃったけど、誰しも一度や二度は通る道だと思うんですよ、日記を書く系の、日記書く系人間になろうって思ってね、始めてみたものの、でもね、その時も続かなくて、今が一番続いてる気がする。もう3日坊主どころじゃないよ、私。2日坊主とかでしたから。全然続かなくて。そうそう。で、今は4月から書き始めて、まあ、ちょっと時空の歪みがあるんで、なんともですけど、多分もう1週間以上は書いてんじゃないかな。いや、すごいよ、これ。私からしたらもう大きな進展でね。いやー、そう。で、私がね、書いてる日記は、そんなにこう、重荷がないんですよね。日記って言っても。3年日記っていうのかな？3年日記とかいうやつで、結構何年か前から
流行り始めてるみたいなんですけど、要はその日記帳がですね、3年単位でもう一冊にまとまってるんですよ。で、その3年おきに同じ日ですね、その3月、例えば今日だったら4月22日には、まあ、去年の自分は何してたかとか、来年の自分は何してるかわかんないけども、そう3年がね、ちょうどこう表になって並んでいて縦にね、っていうので、こう、どん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 書き進めていく。だから、3年は持つし、で、書くね、分量もそんなに多くないから、すごい気軽に書けて、書き始めるにはすごいね、なんか、お手頃でいいなって思いました。5年日記とかも売ってたけど、さすがに5年はちょっとね、ちょっと絶対続かないだろうなって思って、3年日記にしてみたんですけど、まずは1年続けないとね、比較のしようがないですが、そう、でもね、友達がね、それやってたんですよ、3年日記っていうの。前書いてて。で、その時に、すごい嬉しかったのが、大学のね、友達なんですけど、なんか久々に、その3年日記つけてて、1年前のね、なんかこの日は、ちょうどなんかゆいと話してたらしくて、なんかゆいのこういう言葉に元気をもらったから頑張ろうみたいなことが書いてあって、なんか私は、なんかゆいにすごい救われて、なんかたんだよね、みたいなこと言われて、しかもそれをこういう普通の会話で言われたから、逆になんか感動しちゃって、あ、そんな、なんか友達にこう言えてそれが役立ってて、しかもそんなのをね、日記に残してくれてるってめちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。だからそういうのいいなと思って、私もこう何気なく、その日感じたこととか、なんか、なんて言うんですかね、大切に思ったこととか書き留められたら、そういう経験が私もできるのかなって思って、そう、今思い出した。あれ嬉しかったな。そう、で、そういうエピソード聞くと、またこう、よりね、自分の発言にも気をつけようというか、そういう、なんかこう、歴史の声じゃないけど、人のこう、歴史に刻まれるような、なんかそういうね、なんか、いい人間でありたいなって思いましたね。うん、なんでちょっと、まずは、1ヶ月、目標ね。ちょっとこのラジオもあると思うんで、ここで経過をね、はい、発表して、ちゃんと頑張りたいな、今年1年ぐらいは。はい、ってな感じで、日記のお話でした。ハワイの話聞きたいですか？あー、じゃあ忘れないうちにハワイの話もしときますか。でもね、そんなね、話すことないんだよな。ハワイに行って、あ、でもまずね、こう行った段階で時差ボケがすごくてね、確かね、12時間ぐらいあるのかな？結構ハワイで時差あるんですよ。で、行きは6時間ぐらいで着くから、そんなね、移動時間は長くないんですけど、なんせね、こう、時差がすごいあるので、で、行って、一回寝れればよかったんですけど、行ってから、こう巻き戻るスタイルなのかな？確か。一日、ハワイに行くと。だから、日本で夜飛んで、行っても向こうでその飛んだ日の朝に戻っちゃうんですよ。だからね、あんまりこう寝ずに一日をね、過ごさなきゃいけないってところで、もう初日が本当にね、本当に眠くて、で、私もそうだけど、スタッフさんもみんな半目でしたね。だからちょっとピンと合ってるからとか不安になったりしたけど、私も目開いてるかなとか思ったりしたけど、はい、そんな感じで眠くてね、まあ一日終えて、で、天候にも結構恵まれて、あとはそうだなぁ、ハワイらしいこと。なんか、ステーキを最終日に食べたんですけど、それがすごい美味しかった。アメリカンステーキっていうんですか。めちゃくちゃ分厚くてね、ジューシーで。あれはね、もう一回食べたいなって思いますね。あと、合間の時間で結構買い物がいっぱいできたのがすごい嬉しくって、やっぱり免税だったりとか、あと、私、このコスメ大好き人間として、やっぱり日本にまだ進出してないアメリカ系のコスメブランドさんとかが、すごいね、向こうだと充実してて、そこでね、もういろいろ可愛いね、メイクコスメとかをゲットできたのがもう何より嬉しかった。お買い物いっぱいね、はい、堪能できましたね。まあ、あとは、ちょっと思い出してきたら、ちょこちょこ出していきたいと思います。では、お便りも紹介していきましょうかね。ルームネームオレンジさん、ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム。こんばんルーム、お邪魔します。僕の母は自分流にアレンジした子守歌を歌い続け、自分たちを育て、現在も孫に歌い続けています。
その子守歌が強力なのか、子供たちも普通の子守歌では眠らなく、母のアレンジした子守歌でしか眠らなくなってしまい、家族で母のアレンジした子守歌を覚えて寝かしつけています。こうして我が家では母のアレンジした子守歌を歌いつないでいくことが風習になっています。ゆいちゃんのご実家、小倉家だけに伝わる小倉家だけの風習とかってありますか？ありましたら教えてください。ありがとうございます。これこそ先週上がり登ったあの月の砂漠の歌じゃないですか。あれ何の歌なんだろう。ありますよね、あの歌。月の砂漠のダダダダダっていう渋めの歌をですね、あの幼少時の私は好んで聴いて眠りについてました。あれはなかなか渋いチョイスだよね。あとね、歌じゃないけど、それもね、あの、私の父が得意だったのが、あの、サイレンの音を口で言うっていう。それもこう、ラクダと同じ方式で、右から左に、左から右にっていう、こう、遠くなって近くなってみたいなのが、こう、耳として面白かったのかわかんないけど、フィーフォー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 っていう、これだけなんですけど。このサイレンのね、バージョンがいくつかあるんですよ。消防車とか、パトカーとか。それをひたすらやってもらってました、寝る前に。フィーフォーやって、とか言ってやってたな。懐かしい。記憶をたどると、いろいろ出てくるものですね。うん。じゃあ続いて。ルームネーム、ズーシノさん、ありがとうございます。ゆいさん、こんばんルーム。こんばんルーム。僕は4月から大学1年生になりました。周りの人は髪をセットしている人が多いのですが、僕はあまり髪のセットに詳しくないのです。そこで聞きたいのですが、女子から見て髪をセットしている男子はどう思いますか？ガチガチにする気はないのですが、やっぱりやらないよりはやった方がいいのでしょうか？ありがとうございます。はぁ、まあ、大学生にもなってね。大学デビューと言いますか、みんなこうね、おしゃれしたいお年頃ですよね。で、女子から見て髪をセットしている男子はどう思うか否かという問いについてなんですが、これはでも、それぞれのね、好みによるから、まあ、ケースバイケースな気もしますけど、個人的な主観で言うと、私あんまり男性が髪をガチガチにセットしてるのはそんな好きではなくて、なんか、なんて言うんだろう。なんでかわかんない。理由はよくわかんないけど、あんまりこう、そんなにセットする理由もちょっとわからないというか。なんか女子だったら、まあ、ちょっと髪がね、長かったりしたら、なんかちょっとまとめたいなとか、邪魔だからまとめたいなとか、それこそね、編み込み入れたり、アレンジしたりっていう幅が広がることによって、やっぱ印象が変わるっていうのがあると思うんですけど、私はあんまり男子がこう、髪をやってるからやってないからで、そんなになんか変わるもんなのかちょっとよくわかんなくて、あんまり注目してないのかもしれないですけど、ちょっと見てみますか、スタッフさんの髪を。あんまりセット、これみんなセットしてるんですか、髪。セットしてる人。あ、エバティンそれ髪セットしてんの？いつも？え、セットしてたの？私ナチュラルにそういう髪が、そういう風に生えてくる人だと思ってた。髪の毛が。なるほどね。じゃあ、あれなのか。個人のね、パーソナルを決める、そういう大事な要素でもあるんですね。髪の印象って。ああ、そういう部分で言ったら、確かに、こういう印象にしたいなっていう、明確な、こう、自分の中での、なんか指標があるなら、セットしてもいいのかもしんないですね。でも私はそんなに、どっちでもいいんじゃないですか。でもナチュラルな方が、個人的には、なんかサラサラしてそうでいいなって思いますけどね。なんかセットするとやっぱワックスって言うんですか？あれとかすごいベタベタしそうじゃないですか。だからあんまり、そうですね、個人的にはしてない方が、いいんじゃないかなって思いますけど。どうでしょうか。はい。小倉唯の
ゆい心をつかめ。こちらは日常起こりうる様々なシチュエーションにおいてどういう風に行動したら私をぐらいよいの心がつかめ。ちょっとハマっちゃった。よくないですね。小倉優衣の心がつかめるのかを皆さんに考えてもらうコーナーです。気分次第で気分次第でコロコロ変わる優衣心なので、男子諸君が乙女心を理解することにつながるかどうかは分かりませんが、ぜひ腕試しとして参加してみてください。さて、募集をかけていたテーマはこちらです。優衣ちゃんが不良に絡まれているところを発見、あなたはどうやって助けますか？じゃあ早速今回も皆さんからの回答を見ていきましょう。ルームネーム天聖さんからいただきました。ゆいちゃんが不良に絡まれているところを発見、あなたはどうやって助けますか？ここは俺が食い止める、その隙に逃げろと言って逃がす。まあだいぶ漫画とかアニメに侵されてますね。なかなかの中二感が漂いますが、どうなんだろうな。言う人に、なんだこれネタで言ってんのかな、どっちにこう受け取ったらいいのかちょっと難しいですね。次ルームネームモリリンさん、あなたはゆいちゃんをどうやって助けますか？フューチャーストライクを流して一緒に戦うMV の盾を思い出せば、きっと不良とかイチコロです。すごい、なんて言うんですかね、はぁだいぶ段取りがどうなんだろう。だってもう絡みに来てるのにまず曲を流すでしょ、で一緒に戦ってね。そうね、まあでも、もういいかな。なんとも言えませんでした。続いて。ルームネーム、ゆいゆちわさんからいただきました。あなたはゆいちゃんをどうやって助けますか？ゆいちゃんはお姫様なので、助けに来るのはもちろん王子様でしょう。偶然にも白馬に乗って現場を目撃した僕は、さっそうとゆい姫を馬に乗せて走り去ります。鼻で笑っちゃった。そうね、やっぱりそうよね、私ぐらいになると白馬も来ちゃうよね、王子だって来ちゃうでしょう。助かりますわ、ちょっとね、ありがたや、乗らせていただきます。はい、馬ね。なんか今回すごいな、みんな濃いな。じゃあ続いて、ルームネーム、タカトラバッタモンさんからいただきました。あなたはゆいちゃんをどうやって助けますか？札束で不良たちの頬を叩いて、ちゃんゆいを逃す。でもなんか、ちょっと理にかなってそうですね。だいたい不良イコール私はお金の目的っていう。だってこう、飛んでみろよっていうあやつあるじゃないですか。ね。でチャリンって言ったらお金取られるみたいなすごい偏見ですけど、だからとりあえずサスタマばらまいとけばいいんじゃないかっていう、そんなところもあってね。いいと思います。では続いて、やっぱお金で解決か。ルームネームショウタンさんからいただきました。あなたはゆいちゃんをどうやって助けますか？おーい、ゆい何してるんだよ。早く行かないと、お父さんもお母さんも待ちくたびれてるよ。と、家族旅行中の兄弟のふりをして不良から引き剥がす。急な小芝居が。急だなぁ。エチュード始まっちゃう？始めちゃう？エチュード。対応できるかな、不良に絡まれてんだよ。どうなん、こればっかりちょっとね、状況次第ですが、
エチュードパターンね。いいかもしんないですね。不良ももう呆れちゃうぐらい、もう演じ切るっていうのもいいかもね。まあ、こいつらなんだみたいな。不良よりこう変な人になるって一歩上のね、さらに上を行くっていう。確かに。なるほどな。いろいろあるもんだな。じゃ、続いて。ルームネームニャコフさんからいただきました。あなたはゆいちゃんをどうやって助けますか？ちゃんになに、ゆいちゃんが大変だよーと通報して助けを求める。ここはちゃんゆいって書いてほしかったけど、ゆいちゃんもつけるっていう。ちゃんゆいが大変だよかな。通報して助けを求める。どうなんだろうね、これ。ちゃんりなが来てくれたとして、そうね、でもちゃんりななら、多分真っ先に助けに来てくれるとは思う。そうそう。あとね、頭の回転いいですからね、ちゃんりなは。多分何ってなって、なんかうまいことやってくれるんじゃないでしょうか。なるほど。いろいろいただきましたが、皆さんありがとうございました。というわけで今日ここまでとなりますが、ちなみにそうだな、私的正解は、可憐にスルーして回避するですかね。やっぱり何にもね、何にもこうね、反応しないっていうのが一番ね、効果的な気がします。というわけでたくさんのトークありがとうございました。では次回のテーマとなるシチュエーションを発表しましょう。こちらです。ゆいちゃんからよくわからない LINE のスタンプが1個急に送られてきました。あなたはどう返信しますか？だいぶ現代的な、これは案ですけど。でも私ね、こういうことあんましないですね、多分。ちょっと、カマチョみたいな感じのに強くないですか？か、だいぶ親しい仲かっていう。相当暇だったのかね、わかんないですけど。まあそういう場合を仮定してっていうところでね。はい、皆さんぜひ考えてみてくださいね。以上、ゆい心つかめでした。小倉ゆい、8枚目のシングル。卒業をテーマにした3曲を収録。カップリングでは初めての作詞に挑戦。小倉ゆい、白く咲く花。発売中。宮野のままデジタルシングル、そっと溶けてゆくように、好評配信中。スワラです。ニューシングル君だけの旅路リブート、プレイステーション4ビータ、歌われるもの散りゆくものへの子守歌主題歌君だけの旅路を12年の時を経てリブート、4月25日発売。ぜひ聴いてください。FM916AM1134 文化放送です。広瀬すずです。同世代のあなたに伝えたい。一緒に行こう。仲のいい友達と一緒に行こう。大切な恋人と。誰かと一緒なら助かる命も増えるから、そのつながりを命のつながりに。初めての献血、ラブインアクション。好みたけしパーフェクトライブ一人オールテニプリフェスタ2018開催決定。6月10日日曜日、パシフィコ横浜国立大ホール。テニプリの世界を存分に楽しめるグレイテストなショータイム。昼夜の2回公演。チケットは5月12日オンセール。詳しくはテニプリアトラクションサイトをチェック。毎週土曜午前9時から放送中の村上信吾くんと経済くんは、身近なお金の話から世界経済までイージーリスニングできるキャッチーな経済番組。リアルタイムはもちろん、ラジコのタイムフリー、エリアフリーでも聞けますよ。村上信吾くんと経済くんは毎週土曜午前9時から。あなたのマイメディア文化放送、1時です。